どこに隠れてんだこら。でエリゴールさんはもうこの駅にはいない。いくら探しても無駄だよ。またお前か。めっちゃくちゃ殴りてえけどそれどころじゃねえ。エリゴールはどこだ。さてどこかな。僕に勝てたら教えてやった。殴っカリューの炎じゃねえぞ。カリューの炎は全てを破壊する。でかしたクソ炎。さすがだな夏。なんだよ二人して。説明してる暇はねえが、そいつを探してたんだ。ディスペラーの影山ならば魔風壁を解除することができるはず。エルザ死の子の言わず魔風壁を解いてもらおう。一回の分かっ。ねえのかよ。魔風壁を解けるのはお前しかいないんだ。死ぬな。エルザ、ダメだ。意識がねえ。ありがとうみんな。大好き。
影山という唯一の突破口を失い、さらには駅内に閉じ込められた夏たち。希望はつい出れたぞ。急げ、必ずエリゴールを止めなければ。ハッピーもいねえな。まあ多分ハッピーのエーラの魔法で先に行ったんだろう。無理みたい。私たちの魔導四輪がなぜかライゼンバルト。夏。ガリューの暴走。行け。俺は氷の造形魔導士だ。何でも作れる。ギルドマスターの集まるクローバーの町、近いな。我らの仕事と権利を奪った老いぼれどもめ、待っていやがれ。ララバイの音色で全員殺してやる。死神の粛清だ。クローバーの町へと急ぐエリゴールの行く手に、ナツ。もう飛び。ありがとな。おかげで追いついたぞ。貴様。お前を倒すためだ。された魔導4熱無事か。わ、遅かったじゃねえか。もう終わったぞ。こんなの相手に苦戦しやがって、フェアリーテイルの格が下がるぜ。苦戦どこが微妙な。ありがとう。無事エリゴールを倒した夏たちだったが、助けた影山にララバイを奪われてしまう。なんとかクローバーの町にたどり着いた影山。マカロフの説得、絶体絶命かと思われたが、夏、グレイ、エルザの連携に。
の炎はただの炎じゃねえぞ。彼の炎は全てを破壊する。ただの炎じゃねえぞ。カリの炎は全てを破壊する。俺の炎はただの炎じゃねえぞ。カリの炎は全てを破壊する。俺の炎はただの炎じゃねえぞ。カリの炎は全てを破壊する。ただの炎じゃねえぞ。カリの炎は全てを破壊する。
フェアリーテイルにはマスターに認められた魔導士しか受けられない難しい仕事があり、それはいつものようにエルザに勝負を挑んでは負け、さらにラクサスにも馬鹿にされた夏。夏の誘いを一度は断ったルーシーだったが、報酬としての攻撃で気絶したグレイ。グレイをこのまま返せばギルドに戻りエルザを。島にたどり着いたナツたちはガルナ島の村長モカから依頼の書。村長によると、この島では何年か前から月の魔力の呪いで村人たちの体、月を破壊する方法など思いつかないが、紫の月と悪魔化の
ただの炎じゃねえぞ。彼の炎は全てを破壊する。